一面凍りついた川のほとりで、少年らが盛んに声をかけています。その先にいたのは、8歳の男の子でした。少年ら4人が岸辺で遊んでいたところ、突然氷が割れ、1人が落ちてしまったのです。氷が割れて近づくことができない中、駆けつけたのが、男の子の父親と地元の警察官でした。父親は、現場に到着するや、 すぐさま上着を脱いで氷の上を腹ばいになって息子に手を伸ばしましたそして警察官が父親の足をつかみサポートしているのがわかります父親が伸ばした手を男の子がつかんで無事救出と思ったその時再び氷が割れ父親も水の中へ落ちてしまったのですそこへさらに2人の警察官が駆けつけて加勢し 無事に親子を引きき上げることができましたすぐさま氷が張っているのに危険を顧みず息子を助けようとする親心何人かの人がいて運が良かった助けようとした大人が亡くなることがある中よく頑張ったお父さんも警察官もよくやった帰ったら意味なく息子を抱きしめよう